トラップ、リリース、タップ。忍者がクナイを投げて、そのクナイの場所に瞬間移動。何かに出てくる飛来線の術じゃねえか。レベル1は中途にある。このゲームに出てくる敵は、同じように動く忍者。クナイ瞬間移動対戦ゲームってことか。ヘッドショットのダメージは特に高いですよ。壁があったら上に移動して、ヘッドショット。ボスレベル。ボスはちょっと大きいので、ヘッドショットでも耐えてきます。なのでたくさんヘッドショット。上のコインみたいなのはなんだ？拾ってみましょう。そして、投げる。クナイがコインになったー。あー、ボスじゃないのかよ。ただ新しいスキンに変わっただけ。ようやくボス撃破。忍者バトル。トーナメントが開催されました。5回勝つと優勝だな。1回戦、まずはピンクの少し大きな忍者。ヘッドショットは当然耐えてくるぜ。あんまり動かないなら連続攻撃。次で決められるぜ。ドラー。2回戦。敵が二人に増えたぜ。防具してると攻撃効きません。攻撃当てると防具吹っ飛んだぜ。敵の手裏剣にぶつかるとダメージ受けるので、このゲーム、小さい方が有利ですね。敵はでかいとその分体力が多くなってるけどな。これで一人撃破。クナイと手裏剣はぶつかると相殺されるぜ。意外と対等な戦いだったんですね。一応オンライン対戦風だからな。やっと2回戦突破。トーナメント、準々決勝、黄色い忍者が現れました。たくさん防具つけてるぜ。で、ピンクの忍者の矢印の数、なんで6本もあるんだー。みんな1方向しか攻撃できないのに、ピンクだけ6方向に同時攻撃できるぜ。それは大変。なのでピンクに集中するために、黄色は早々に行ったばれー。これでピンクと一騎打ち、手裏剣の範囲が広い分、クナイとぶつかることも多くなるぜ。さて、あと一発、手裏剣多くてどこ瞬間移動するかわからないな。ほんと、ずるすぎる能力。でも、これで、ドラー。準決勝、準決勝は緑の忍者一人だけだぜ。これならすぐ倒せそうですね。ヘッドショットを連続攻撃。二人に増えたー。影分身の術かよ。不思議なことに二人とも、名前も国籍も違いますよ。わけわからなすぎるぜ。分裂すると、少し弱くなりましたね。小さくなって、体力の上限も減ってるぜ。これで一人倒せる。また増えやがったー。じゃあもう一人の方も体力尽きると。やっぱり増えやがったー。でも、この分裂した忍者はすごく弱い。分裂するたび弱くなってるみたいだな。そしてもう分裂しないぜ。弱くなってても、瞬間移動はしてくるので、合計7人倒さないといけないのは大変ですね。これであと1人だぜ。ラスト一撃、敵は瞬間移動で逃げまくってますが、追い詰めて、おらー。トーナメント、ついに決勝戦。決勝の敵は緑の2回分裂する忍者、そして防具を着てるピンクの忍者だぜ。とってもごちゃごちゃした戦いになりますよ。右上に爆発するとこあるぜ。うまく敵を爆破に巻き込みたかったですが、敵が手裏剣でもう破裂させちゃいました。緑にヘッドショット連打できる場面だぜ。ゴリゴリ削っていきますよ。ピンクも近づいてきたな。さて、これで緑2回分裂して4人。あとはみんな、体力が尽きたらそこで終わり。ピンクがそろそろ倒せそうだぜ。まず緑1人撃破。ピンクを狙ってるんですが、また緑に当たって2人目撃破。緑影になってるな。おらー。緑とピンク、二人同時撃破できたぜ。これは予想外。ラスト一人、ピンクの残骸にクナイ弾かれたぜ。やられてるのに邪魔しやがって、緑めっちゃ瞬間移動で逃げてるな。なので、角に追い詰めますよ。もう終わり、ドラー。優勝したぞー。